皆さんこんばんは、よしこです。今日は夜寝る前のリラックスの時間に本を読みたいと思います。皆さんは宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜をお読みになったことはあるでしょうか？有名な作品ですけれども、意外と読んだことある人は少ないんじゃないかなって思います。実は私もそうです。今日これから初めてちゃんと読みます。なんと実は夜寝る前になんかこうリラックスして聞いてもらったり、作業中とかに流しておくラジオみたいな感じで聞いてもらえればなと思います。なんか NHK のラジオで、ラジオ深夜便っていうのありましたけど、今もあるのかな？私あれ結構好きで、なんかよく聞いたりしてました。そんな感じでやりたいなと思います。では、ごゆるりとリラックスしてお聞きいただければと思います。銀河鉄道の夜。1、午後の授業。では皆さんは、そういうふうに川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが、本当は何かご承知ですか？先生は、黒板に吊るした大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。カムパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、この頃は、ジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も、読む本もないので、なんだか、どんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は、早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう？ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみると、もうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って、ジョバンニを見てくることが、ジョバンニを見て、くすっと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカムパネルラの方へ向けて、ではカムパネルラさんと名指しました。すると、あんなに元気に手を挙げたカムパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカムパネルラを見ていましたが、急いで、では、よし、と言いながら、自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう？ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。
けれども、いつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろん、カムパネルラも知っている。それはいつかカムパネルラのお父さんの博士のうちで、カムパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなく、カムパネルラはその雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカムパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事がつらく、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カムパネルラともあんまりものを言わないようになったので、カムパネルラがそれを知って気の毒がって、わざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど、自分もカムパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですから、もしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星は、みんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまり、その星は皆、土の中にまるで細かに浮かんでいる雌雄の玉にも当たるのです。そんなら、何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは、私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そして、その天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって、見え従って、白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな画面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立って、このレンズの中を見回すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんなら、このレンズの大きさがどれくらいあるか、また、その中のさまざまな星については、
もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では今日は、その銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出て、よく空をご覧なさい。ではここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして、教室中はしばらく、机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、間もなくみんなはきちんと立って、礼をすると、教室を出ました。1はここで終わりです。また次回。2、活版書。続きを読みたいと思います。それでは今日はこれで。おやすみなさーい。で。